お疲れ様でした。とりあえず1点目。まあ、しょうがないですね、今のも。最初にまず、じゃあ、初動ファイトの面に関して、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい。まあ、僕、ソラルさんの視点しか、これ巻き戻せないんで、ソラルさんの視点しかがっつり見えてないんですけど、しました。ありがとうございます。じゃあ、後で見ますけど、ソラルさんの視点から、ソラルさんが、その、俺今日やば俺の回線今日やばで、はい、なんでこんなやばいのこれ。コールしたじゃないですか。それすごいよっぽ、はい、コールはいいんですけども、コールの際にあの前どうも前に先投げです、ね、俺はミュートしてるけども相当プツ出ただよ、自分の HP を見て一旦そこは薪を入れてもらって、あそこはもう詰めないで。なるほど。でも本当にファイトをどんどん勝っていくのに、勝っていけば、もう、乗り越えるんで。映り方えぐいよ、俺。100% 期待。いや、でも今日までだから、このプツプツも。最初に降りたところから動けなかったけど、あれだよね、エリア取る時の動きとかさ。うん、的なボタンみたいなとこ見てます。持ってくれー！バサカーン！の方が良かったかもしれない。10メーター！そうだね。オーダー部分からだ。ちゃんと見ときますね。よろしくお願いします。じゃあ僕はミュートしとくんで、頑張ってください。はい。はい、考えてもらって、で、ソラルさんは、まあ、その、耐えるかどうかっていうのをポータル近くで待機しとって、回線持ってくれー！もう一回そこに20メーター悩んちゃったんすけども、はい、入り口に耐えちゃってって感じですか、ね、もう入り口で大丈夫です。なんでかっていうと、もうそれ耐えれなかったら結果的に、あの出口でも無理なんで。